はい、皆さんこんにちは。今回は仮面ライダーのベルト特集ですね。今こちらにはね、ガッチャードのガッチャードライバーを置いてるんですけども、今回は平成から令和、クーガからガッチャードまでね、一気に紹介していきたいと思います。変身要請確認していきましょう。よいしょ。大気要請流れますね。ここのボタン押して変身です。変身。ちょっと音最後ね、怪しかったんですけれどもね、まあ、あと待ってる時の発光もちょっと弱かったかなと思うんですけども、かなり古いものなのでね、まあ、ちゃんと回ってたし音も出たということでね、よしとしましょう。こちらがね、仮面ライダークーガでした。はい、じゃあ次はね、仮面ライダーアギトですね。オルタリングになりますね。でこちらかなり古いものになるので、ちゃんと音声が鳴るのかなっていうのはちょっと心配なのと、まあ、今回ねデラックス版とレジェンド版とあるので、ちょっと両方紹介していきたいと思います。ではいきますよ。よっ。おー、いいですね。ちゃんと鳴ってますね。大気音声。変身。おー、いいですね。ちゃんと回りましたね。というわけでね、こちらがね、デラックス版でした。じゃあレジェンド版の方もね、サクッといきましょうか。こちら、大気音声は鳴らないですね。の音声はでも一緒ですね。こちらがね、レジェンド版のオルタリングでした。はい、じゃあ次はね、仮面ライダーリュウキーですね。リュウキーのベルトは V バックルなんですけれども、こちらはデラックス版ではなくてね、当時のねレジェンド版になってますね。こちらの方で音声確認していくんですけれども、変身はこのカードが入っているこちらのカードデッキをこちらに入れることでね、変身していきますよ。で早速いきましょう。変身。こちらで変身完了ですね。はい、これがね、仮面ライダーリュウキの V バックルでした。はい、それでは次はね、仮面ライダーファイズのね、ファイズフォンですね。ファイズフォンもデラックス版とね、レジェンド版と2つあるので、両方ね、音声確認していきたいと思います。では電源入れていきましょう。うん、よいしょ。変身する場合はこちらのね、5を3回、そしてエンターを、これのバックルに想定して変身です。変身。おー、いいですね。折りたたみの携帯電話っていうのがね、ちょっと時代を感じますけれどもね。でそしてこちらがレジェンド版ですね。レジェンド版はこちらがシールですね。よいしょ。電源を入って、こちらは 5を押すとかではなくて、エンターを押すと待機音声が流れるので、また想定して変身です。変身。まあ、音声は一緒ですね。これがね、仮面ライダーファイズのファイズオンでした。はい、続きましては仮面ライダーブレイドのね、こうブレイバックルですね。こちらはこのラウズカードを使って、よいしょ、こちらですね、もう変身していくんですよね。じゃまず電源を入れて、でこちらを刺すことでね、待機音声が流れる。よいしょ。あ、しまった。あれ？よいしょ。お、出た出た。で、カードを装填。うまく入らない。いきます。変身。おー、かなりね、手間取ったんですけれども、これ回すときがね、こう引っ張るとこれがくるっと回るんですよね。もう一回やってみようかな。ああ、いいですね。こちらが仮面ライダーブレイドのね、ブレイバックルでした。はい、じゃあ次は仮面ライダー響きですね。で響きの方はちょっと変わってまして、まあ、ベルトはあるんですけども、こちら変身ベルトではないんですよね。響きは変身するのはこちらの音叉、変身音叉、音角を使って、変身をしていきます。では音角のね、音声をね、確認していきたいと思います。で最初はこのようにね、折りたたまれているので、こちらのボタンを押して展開していきます。よいしょ。筆に入れようかな。よし。で変身音声をいきますよ。まずボタンを押して、よいしょ、音を鳴らします。でこちらのボタン、トリガーを押して変身です。変身。はあ、というわけでね、
こちらで変身完了ですね。すごく変わってますよね。これ顔も怖いしね。でちなみにこちらのベルトは、まあ、音劇庫っていうんですけどもね、とこちら音劇棒なんですが、こちらでねこう遊んでいくようなね、そういったものになってます。で少しだけ紹介していくと、よいしょ、こちら外れるんですよね。でここ押すとモードが選べます。バトルモード、バトルモード、ゲームモード、ゲームモード、フリーモード、フリーモードですね。でこの音劇棒でこちらを叩いてこう遊んでいくんですけども、フリーモードの場合はねこう自由に叩くモードで、バトルモード、バトルモードはよいしょ、そうこの音声の出てる間に何回か叩くと必殺技ができますね。でちょっと速くなりました。おー、いいですね。そしてそう、これで必殺技ですね。ゲームモード、ゲームモードはリズムを覚えろ、リズムゲームですね。できるかな、できるかな、こういった形でねリズムゲームができるというようなね、そういったものになりますですね。こちらが変身、これベルト、変身ベルトではないんですけども、あ、覚えてなかった、できるかな、どうだったかな、あ、しまった残念こちらがね仮面ライダー響きでした。はい、じゃあ次は仮面ライダー兜ですね。兜はこちらの兜ゼクターをこのベルトのバックルにねこう装着することで変身していきます。じゃあ早速変身いきますよ。よっ、変身、うん、こちらがねマスクドフォームですね。そしてこの兜の角をねこちらに展開することでキャストオフいきます。キャストオフ、あ、こちらがねライダーフォームですね。じゃ必殺技も最後やってみようかな。よっ、おお、でこれで必殺技ライダーキックという形ですね。でこちらが仮面ライダーカブトでした。はい、じゃあ次は仮面ライダー電王ですね。電王はこちらの電王ベルトを使って変身していきます。このボタンを押してこのライダーパスをねかざすことでこう変身が完了していきますよ。できます。さあ早速こちらから変身、俺参上ということでね、こちらがねソードフォームですね。であとね3つフォームチェンジがあるのでこちらも全部やっていきましょうか。変身、ラットフォーム、そして次が変身、アックスフォーム、そして最後変身、ガンフォームですね。ソード、ロット、アックス、ガンフォームの4つのね、フォームにね、変身できますよね。こちらが電王ベルトでした。はい、じゃあ次は仮面ライダー、キバですね。キバはこちらのキバットベルト。こちらで変身していきますよ。じゃあ早速変身いきましょう。俺様は上機嫌で、上機嫌でよかった。よし、ガブ。変身。よしよかった、あ、こちらで変身完了ですね。で牙はこちらのねフエッスルを使ったフォームチェンジもあるのでそちらもやっていきましょうか。よっ、アルムセイバー、
こちらがガルルフォームですね。じゃあ次がいいでしょう、バッシャーフォーム、バッシャーマグナム。のバッシャーフォームですね。じゃあドッカフォーム、ドッカハンマー。のーじゃあ最後必殺技もいきましょう、よっ、あこちらがダークネスムーンブレイクですよね。こちらがね仮面ライダーキバ、キバットベルトでした。はい、じゃあ次は平成一期最後ですね、ディケイドですね。ディケイドライバーはねこちらの通常版とあとネオディケイドライバーとありますので、まあ、今回ネオディケイドライバーの方でね音声確認していきたいと思います。では行きましょう。でカードをセットしていきます。こっち向きだね。変身ディケイド。通りすがりの仮面ライダーだですね。ディケイドはねこういろんなライダーカードがあって、こうそれぞれのねカードを入れることでねこうオリジナルの変身音声が聞けるんですよね。これはすごいですよね、まあ、1個だけじゃあちょっとやっていきましょうかね。こちらいきましょう。響きですね、響き先ほど確認してますけど、仮面ライド、いきます、変身響き。おーいいですね、やっぱディケイドいいな。というわけでね仮面ライダーディケイド、ディケイドライバーでした。はい、じゃあ今度は仮面ライダーダブル、ダブルドライバーですね。ダブルはこっちのねガイアメモリを使って変身していきます。じゃあいきますよ、サイクロン評価。よいしょ、サイクロンとジョーカー、こちらを展開して変身ですね。変身サイクロンジョーカー、お前の罪を数えろということでね、こちらが仮面ライダーダブル、ダブルドライバーでした。はい、では次は仮面ライダーオーズですね。オーズはこちらのコアメダルを3枚と、あとこちらのスキャナーを使って変身していきます。で基本ノーマルフォームはこちらのタカとトラ、よくわかるかな、トラとあとバッタですね、こちらのメダルを使っていきます。よっよっ、よいしょ。そしてこちらをスキャンして変身ですね。あ、これをまず斜めにするのかね。よいしょ、いきます、変身。おいいですね、こちらがねノーマルフォームのねタトバフォームですね。もう一回スキャンすると必殺技なので、必殺技もいきましょう。スキャニングチャージですね。こちらが仮面ライダーオーズ、オーズドライバーでした。はい、じゃあ次は仮面ライダーフォーゼですね。フォーゼはこちらのねこのアストロスイッチ、こちらを使って変身していくんですよね。まずよいしょ、電源を入れて、でスイッチを1つずつちょっと入れていきましょう。ロケット、そしてよいしょ、ランチャー、そしてよいしょ、ドリル、最後はレイダー。というわけでいきますよ、こちらをスイッチを1つずつ押して変身していきます。変身。宇宙来たー。というわけでね、こちらがね仮面ライダーフォーゼ、フォーゼドライバーでした。はい、じゃあ次はね仮面ライダーウィザードのウィザードライバーですね。ウィザードはこの指輪を使って変身していくんですよね。じゃあ行きましょう、ドライバーオン。来ました来ました、指輪をかざします、変身。さあショータイムだ。というわけでね、こちらが仮面ライダーウィザードのウィザードライバーでした。はい、次はね仮面ライダーガイムですね。
ガイムはこちらのドライバー、戦国ドライバーですね。こちらを使って変身していきます。いきますよ。よっ。戦国ドライバー。と、ロックシード。こちらをセット。よいしょ。で、こちらのオレンジを刀で切って変身です。変身。こっからが俺のステージだ。というわけでね、仮面ライダーガイムでした。まあ、オレンジを切って変身という形でね、面白いですよね。はい、じゃあ次はね、仮面ライダードライブですね。ドライブはこちらのドライブドライバー、通称ベルトさんですね。と、こちらのシフトカーを使って変身していきます。それでは変身要請いきましょうか。おー、いいですね。エンジンかけます。よし、そして、シフトカーを、こちらにセットいきます。よいしょ。これをね、展開して、変身。突っ走り付き合いよ。というわけでね、こちらが仮面ライダードライブ、ドライブドライバーでした。はい、じゃあ次はね、仮面ライダーゴーストのゴーストドライバーですね。ゴーストはこちらのアイコン、目玉のアイコンを使って変身していきます。いきますよ。ゴーストドライバー、ゴーストドライバー、バッチリになー、バッチリな。変身いきます。変身。命燃やすぜ。これがね、仮面ライダーゴーストのオレゴーストですね。こちらが仮面ライダーゴーストゴーストドライバーでした。それではセットして変身していきますよ。変身。これがレベル1ですね。そしてレベル2、大変身。うん。まあ、このレベル2がね、まあ、ノーマルフォームかなというところですね。こちらが仮面ライダーエグゼイド、ゲーマードライバーでした。はい、では次はね、仮面ライダービルドですよね。ビルドはこちらのビルドドライバーと、こちらのね、フルボトルを使って変身していきます。いきますよ。よいしょ、よいしょ。で、セットしていきましょう。ラビット。ベストマッチ。回していきます。変身。勝利の法則は決まったですね。じゃあもう一回回すと変身ですけども、変身じゃない、必殺技ですね。ボルテックフィニッシュですね。こちらが仮面ライダービルド、ビルドドライバーでした。はい、じゃあこちらが仮面ライダージオー、時空ドライバーですね。平成最後のね、仮面ライダーになりますね。で、仮面ライダージオーはこちらのね、ライドウォッチを使って変身していきます。できますよ。ジオー、そして電源を、時空ドライバー、時空ドライバーでセットします。よいしょ。 あれ、うん、よいしょ、いきます。よいしょ。で、こちらをくるっと回して変身です。変身。
おー、いいですね。ちゃんとね、2018年のライダーなのでね、2018と出ましたね。こちらが仮面ライダージオーの時空ドライバーでした。はい、じゃあこちらが仮面ライダー01、令和最初の仮面ライダーになりますね。こちらはこの秘伝01ドライバーとこのね、プログライズキーを使って変身していきます。で、早速変身していきましょう。ゼロワンドライバーで、スキャン、オーソライズ、じゃあいきますよ。よいしょ、変身。おー、いいですね。必殺技もいきましょう。おー、いいですね。こちらがね、仮面ライダー01の秘伝01ドライバーでした。はい、でこちらがね、令和2作目の仮面ライダーセイバーですね。仮面ライダーセイバーはこの聖剣を使って、聖剣とね、このライドブック、こちらを使って変身していきますね。よいしょ、聖剣ソライバー、セットします。そしてじゃあセットしていきます。で、こちら抜刀して変身ですね。いきます、変身。物語の結末は俺が決める。というわけでね、こちらが仮面ライダーセイバーのね、聖剣ソードライバーでした。はい、じゃあこちらがね、仮面ライダーリバイスですね。リバイスはこのリバイスドライバーとこのね、バイスタンプですね、を使って変身していきます。レックス、そしてスタンプを応援して、よいしょ、傾けて変身ですね。変身、一気に行くぜ。いやー、ちょっともう懐かしいですね。こちら仮面ライダーリバイスのリバイスドライバーでした。はい、じゃあ次はね、ギーツですね。ギーツのデザイアドライバーですね。こちらは、まあ、変身フォームがね、結構多彩で、ノーマルフォームとしてはこのマグナムとブーストを使ったマグナムブーストかなと思うんですけども、劇中でもあんまりマグナムブーストは出てきてないですよね。で、まあ早速変身の方もやっていきたいんですが、まずはこちらの ID を電源入れて、ID をセット。これでエントリーフォームになるんですよね。そしてこのレイズバックルをつけていきます。マグナムとブーストで回して締める。こちらがね、仮面ライダーギーツのね、マグナムブーストでした。リボルボンもやってみようかな。で、これがね、よいしょ、こう上下のね、こうアーマーが逆転するようなね、形状ですよね。かなりギーツはね、フォームが多彩で、いろんなレイズバックルが出てるのでね、面白いですよね。こちらがギーツのデザイアドライバーでした。はい、じゃあいよいよ最後ですね。最後が、チャードライバーいきますよ。じゃあ電源、いいですね。で、変身はね、ライドケミートレカを使うんですけれども、まあ、ノーマルフォームとしてはね、こちらのホッパー1とスチームライナー、こちらのカードをね、使っていきます。まあ、カードが全部でね、101種類もあるのですごいですけどもね。ホッパー1、
パーワン、そしてスチームライナー。いきますよ、変身。おー、いいですね。これがね、仮面ライダーガッチャードでした。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、平成から令和ということでね、クーガからね、このこちらのガッチャードまでのね、変身を一気にやっていきました。まあ、ガッチャードの方も、もういよいよね、最終フォームの方がね、出ましたし、まあ、次の仮面ライダーの情報もね、ちらほら出てくるかなって頃ですよね。というわけでね、ガッチャードの方の今後のね、活躍もまだまだ期待していきたいと思います。では次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。